まあいいけど。緊張してる。すごく。
もっと近づいていい？なんだか落ち着けない。このベッドは合わないか？そうではなく、私は一人でいた時間が長かった。だから誰かと一緒に横になることに慣れていない。ああ、そういうことか。少しずつ慣れていくと思うから気にしなくていい。うん、分かった。それで一人旅はどうだったんだ？たくさんのことを経験して以前よりも知識は深まった。前の自分からはかなり成長できたと思う。成長か。確かに大人っぽい言動をすることがあるんだよな。見た目も大きくなってるし。何をそんなにジロジロと見ている？いやごめん。成長という単語に反応していたということは、私の体が気になる。何を言って。別に変な意味はないって。では私のことを見ていた理由は？それは何？綺麗になったなと思って。綺麗？私が？そうだよ、大人の女性って感じでさ。立ち振る舞いや戦い方も洗練されてるっていうか。やっぱり綺麗になったなって思う。ティオ。そういうことなら見ても構わない。いや、見ても構わないって言われると逆に見づらいというか。でも以前のティアならこんな風に笑ったりしなかっただろうし、知識だけじゃなく感情の面でも成長したってことなんだろうな。それじゃあまた。